ゆっくりひじたんたん。英文法。皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。記念すべき初投稿で解説する英文法は文系だ。よろしくだぜ。文系って言うと、S とか V とか記号が出てくるのよね。高校1年生が、いきなり戸惑うところかしら？確かに、なんか記号とか出てくるし、とっつきにくい印象があるが、一度きちんと理解すると便利なものなんだ。この動画を最後まで見れば、第1から、第3文型までを理解できるはずだぜ。解説、よろしくお願いします。では、文型を英文法地図で確認しておこう。マリサ、これは何かしら？この地図には、英文法のすべてが1枚にまとめられている。全体を意識しながら、各項目を確認できて便利だから、このチャンネルでは積極的に活用させてもらうぜ。じゃあ、グググッと。今回、解説するのはここね。いいかな？では、黒板を出すぜ。英文には、主語 S 動詞 V 目的語 O 保護 C という4つの主要な要素と、付け足し的な要素が存在する。この主要な要素の組み合わせが、文型というわけ。それぞれの要素は、その部分が文の中でどのような役割を果たしているかということを示しているんだ。ここで、よく混同されるのが、品詞という概念だ。品詞はあくまでも、単語の属性で、文章の中の役割を示す概念ではない。霊夢、品詞って、わかるよな？前置詞とか、名詞とか、そういうのでしょ？でも、動詞は文の要素ってことなら、品詞ではないのかしら？そのあたりややっこしいよな。実は、動詞という言葉は、品詞としての動詞と、文の要素としての動詞のどちらも指すことができる。文の要素としての動詞を述語動詞と呼び分けたりすることもあるが、それはそれでまどろっこしいので、この動画ではどちらも動詞で通させてもらう。じゃあ、動詞は品詞でもあるわけね。そうそう。文の要素と、品詞の違いを例えるなら、会社での役職が文の主要な要素、社員個人の性格が品詞、という感じ。ちなみにこの場合、一つの文が一つの会社ということだな。家族経営レベルの小さい会社をイメージしてくれるといい。役職は最大4種類。S、V、O、C、それに加えて、付け足し要素のバイト君がいたり、いなかったり。主語 S と動詞 V は必ず必要な役職ってわけね。お、霊夢鋭いな。目的語 O と保護 C は必ずしもあるわけではない。それから、もう一つ大切なことなのだが、特定の役職になるには、特定の性格を持っていないといけない。主語 S や目的語 O になれるのは名詞だけ。保護 C になれるのは、名詞か形容詞のどちらか。動詞 V になれる単語は、品詞的にも動詞というわけだ。わかったわ。人と話すのが苦手な人が営業担当にはなれないものね。そうそう、経理担当になれるのは、簿記の知識がある人に限られる、みたいな感じだ。大体のイメージができたところで、第2文型と第3文型から解説するぜ。あれ、第1文型は？それは、第2と第3が分かれば、すぐ理解できるので後回し。第2文型は SVC。つまり、主語、動詞、保護だ。動詞をイコールとして捉えると分かりやすい。私は、この文型をイコール文と呼んでいる。This is her watch。この例文だと、This イコール her watch。これイコール彼女の時計。確かにイコールね。第二文型には、B 動詞が使われることが多い。では、次。The boy became a scientist。その少年は、科学者になった。この例文でも、イコール関係が成り立っている。その少年イコール科学者。あれ、でもこれは、単純なイコールではなさそうね。確かに。become を使うとそのようになる、みたいに変化が表せる。ただしその少年と科学者にはイコール関係は成り立っているので、これもイコール文、つまり SVC、第二文型だ。保護 C は何かとイコールになっていると覚えてくれ、この文型の場合は主語 S とイコールだ。次は、第三文型の説明をするぜ。第三文型は、動詞が矢印になっている。イコールにはならない点、注意だぜ。タケルライクスケーク。このライクスを矢印に感じられれば OK だ。好きという矢印が向かった先が、ケーキというわけ。ケークは矢印の向かう先、矢印の目的地なので、目的語を。日本語に訳すときは何々をとするとわかりやすい。この文だとタケルは、ケーキを好きです、ということになるのね。でもマリサ、ケーキがの方が日本語としては自然よね。そうなんだけど、目的語は可能な限り何々をと訳すように習慣づけた方が、英語の構造を意識しやすいぜ。で、この何々をの部分、つまり矢印の先の目的語がないのが、第一文型というわけだ。They are in the living room。この B 動詞はいるという意味なので、They are で、彼らはいる。これで主語 S 動詞 V。文の主要な要素はこれでおしまい。そこにリビングに、を付け足している。in のような前置詞と名詞のセットは付け足し要素と捉えてくれていいぜ。役職なしのバイトくんね。
次の例文、ザ・リトル・ガール・スマイル・アット・ヒム。その小さな女の子は微笑んだ。これで SV、その後、付け足しで彼に向かってってことね。そういうことだぜ。日本語訳だけで考えると、矢印の向かう先が彼、のように感じられる。しかし、英文ではアット・ヒム、ということで前置詞代名詞なので、形の上では、付け足し要素になる。よって、目的語がないから、第一文型だ。ちなみに、目的語が必要な動詞を他動詞、目的語を必要としない動詞を自動詞というが、多くの動詞ではどちらにもなりうる。動詞が矢印の場合で、その先に目的語があれば、他動詞として使われている、そうでなければ自動詞として使われている、くらいに捉えると良いだろう。ということは、今回出てきた文型の中では、第三文型の動詞が、他動詞として使われているってことね。素晴らしいな霊夢、そういうことだぜ。では、今回の重要部分を確認だ。主語 S と目的語 O は、名詞。保護 C は、名詞か形容詞。SVC はイコール文。SVO は矢印文で目的語が一つ。まとめ、ありがとう。最後まで、ご視聴ありがとうございました。ところで、チャンネル登録はお済みですか？チャンネルが行方不明にならないように、ぜひ登録しておいてくださいね。それから、指摘や感想は、今後の動画作成の参考になるので、コメント欄に書き込んでくれると嬉しいぜ。よろしくお願いします。